投与経路とは、薬理学や毒性学において、薬物、毒物その他の化合物を体内に送り込むための方法と経路を指す。与えられた物質は体内に導入された場所から、その機能が発現する特定の部へと輸送されなければならない。しかしながら、生体の輸送機構を用いて、薬物を輸送することはそれほど単純なことではない。吸収、分配。 排出のプロセスに関連する薬物の薬物動体学的性質は投与経路に大きく影響を受ける。投与経路はおよそ以下のように分類される。経常投与とはこの場合、消化器系の一部から薬物を吸収させる投与法を示す。それぞれの投与経路には利点と欠点がある。利点欠点利点欠点ここでの注射とは上で挙げた形状脈投与。 筋肉内投与、皮下投与を指す。利点欠点状況に応じて同じ投与経路が局所投与にも非局所投与にも用いられる。例えば、吸入投与は全速薬の投与においては軌道を標的機関としているが、全身麻酔の投与においては脳が標的機関である。一方、同一の薬物が投与経路により異なった結果をもたらすことがある。 例えば、モルヒネのような鎮静剤の喫抗薬として知られる、ナルキソンは、消化管からは十分に血流に吸収されないという特性から、傾聴投与と非傾向投与では、用途が異なる。腸脈投与では、ナルキソンは血流に乗って中枢神経に輸送され、そこで鎮静剤と反対の作用を示す。そのため、鎮静剤の過剰摂取治療薬として用いられる。一方、 蛍光投与では、ナロキソンは吸収されずに長官まで達し、そこで下剤として作用する。そのため鎮痛剤の作用を何ら妨げず、鎮痛療法中の便秘治療に用いられる。傾向投与は、戦士や殺菌の必要がなく、一般に患者にとって最も簡便な経路である。実際医薬品の約70%が傾向投与の一部である。 経口投与で占められていると言われている。経腸投与は、その簡便さから慢性病治療薬では、頻繁に用いられる。しかしながら、前述のように薬物によっては、消化管吸収が悪いために、経腸投与が適さない場合がある。そのような場合は、経費投与が、患者にとって楽な代替経路となり得るが、製材の方法が限られているのが、経費投与の難点である。 急性疾患においては、ほとんどの医薬は、静脈注射で与えられる。急病患者の組織や、消化管からの薬物の吸収は、血流や、腸管運動が通常と変化している可能性があり、しばしば予測不能であることから、静脈注射が最も確実な経路とみなされる。毒性学においては、暴露の方がより適切な用語であるが、意図的に与える場合は、 投与が用いられうる。アメリカ食品医薬品局は111の異なる投与経路を定義している。ルーツオブアドミニストレーションよって本項目上のリストは全ての投与経路を網羅しているわけではない。局所投与の項で挙げた皮膚上投与とは目的が異なる。皮膚上投与では薬物の皮膚そのものに対する作用が期待されるが、 経費投与では皮膚を通して吸収された薬物が血液循環系に入って全身に作用することを期待している。英語では前者がエピキュッテニアス校舎がトランズダーモル特別される。局所投与の項で挙げた吸入投与とは目的が異なる。局所投与では薬物の軌道、肺そのものに対する作用が期待されるが、非経口投与では肺を通して吸収された薬物が 血液循環系に入って全身に作用することを期待している。デボラース G エクスプローリング A ファーマシューティカルマーケットニッチトレンズネーザルスプレードラッグデリバリードラッグデリバリーテクノロジーさん48ありがとうございます。